中国地方の市長が JR 西日本と赤字路線の利用促進について意見を交わしました。今後も一体となって取り組みを継続することで一致したということです。意見交換会には広島市や三次市など中国地方の13市の市長と JR 西日本の関係者が出席しました。 JR 西日本は今年4月赤字のローカル路線を公表しました。初めてとなる意見交換会では JR 側が赤字路線をすぐに廃止することは考えていないと発言。また自治体と JR が一体となって利用促進の取り組みを継続することで一致したということです。ローカル線というのは地方にとってもですね、大変重要なものであると、お互いに共通認識を持てたというところが一番大きいと思います。中国市長会は今後も JR に意見交換会の実施を働きかけることにしています。